ワンピースの医者まとめ。医者のくせに人を殺すようなリンゴを配ってるんですよ。魔女かなみたいな。ルーン、タクト、どうも小雪です。オペを始めます。東映です。おい、ちょっと二人で滑ったみたいな雰囲気出すやめて。なんだ、おい、ちょっと俺は滑ってへんで。これでバルタン星人ってやめて。気持ち悪いわ、もう。何皆さん、はい、ルーム、タクト、オペと言いましたら、はい、何が思い浮かぶでしょうか。ニヤついとんね。あ、ローですか。あ、ローじゃないんですね、今日はね。残念でしたね。何喋ってるの。というわけで今日はワンピースの医者まとめ。はい、というわけでですね、はい、高い。ワンピースの世界広いですね、皆さんね。はい、大変広いんですけど、その中でもですね、もうたくさんのね、医者がね、出てくるんですよ。なるほど、なるほど。そう、今日はね、そんな医者に、まあ、注目を当てた。はい。なんかね、この間ね、船大工まとめをしたらね、あのね、僕はね、全然ね、このまとめ誰も見ひんやろうと思ってたら、なんと、ドッカンドッカン大好評。これをね、いいことにね、僕はね、ワンピースの職業シリーズまとめをやっていこうと思うんで。味しめた。そう、味しめましたね。今日はその第2弾です。はい。今日が再生されなかったら、今日で終わります。でも大工まとめってさ、はい、意外と重要じゃなくて船をねやっぱ作るっていう意味ではさ、そう思ったら誰がいいのかなって意外と知らない人とか忘れてる人もいたと思うんだよ。そう、だから医者まとめも誰がいたっけってみんな思わない。医者まとめはね、もうめちゃくちゃ重要なんですよ。めちゃくちゃ重要。なんでかって言ったら、まあ、これ昔こうやって言ってましたけど、うん、麦わらの一味の5人目、まあね、麦わらの一味何人目タイトル出るじゃないですか、はいはいはい、その5人目ってまだ出てないんですね、タイトルで、はいはい、誰かって言ったらチョッパー。チョッパー先生。そう、はい、で、そのチョッパーはあれなんですよ。まあ自分の夢が万能薬になるんだっていうことなんで、うん、最終的にはルフィか誰かがね、不治の病にかかってそれを治すんじゃないかとかちょっと言われてますよね。ルフィか誰かがって何。いや、もうルフィとかね、あのコブラとかの不治の病治すわ。コブラも寿命やから。いや、あいつ2年で老けすぎやから、どう考えても絶対アラバスタの時の心労が疲れてるから。それはもう一気に来たやろ。一気に来ましたね。だから治してあげないと、コブラ。なるほどなるほど。そうコブラ治して世界の医者になるってどんなストーリーやろ。というわけでですね、今日はね、そういうね、医者についてのね、まとめをやっていこうと思います。はい、皆さんは作中に何人の医者が登場してるか知ってますか。もしよかったら今予想して最後まで見てあげてくださいね。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、どうぞ。はい、というわけでね、まずね、一人目はね、今も話題に出ました渡辺大輔チョッパーさん。はい、チョッパーさんね、はい、ドラム王国の出身で、人人のみの能力者でございますね。で、医者としての、系譜をたどりますと、まずね、クレハの弟子でございます。おー、医療技術的なことは、ドクタークレハからね、すべて学んでおります。はい、ただ、信念はね、ヒルルクというね、かっこいいね、医者からね、学んでいるんですよ。はい、まあ、このヒルルクとクレハについてもこの後から話します。はい、でですね、チョッパーは、その、手術とか、まあ、治療とかするだけじゃなくて、薬も作れる薬剤師っぽいこともできますね。あー、なるほど。処方箋だし、その薬も自分で作っちゃうんですよね。そうだから結構本当にいろんな意味でいい万能薬になりつつあるなっていう。確かにな、薬を作ってるし、確かにチョッパーだけかも。そうなんですよ、うん、だから他いないんで、だいたいね、ランブルボールそれ自分で作ってるんで、うんうん、結構高度な技術を最初から持ってるんですよ。すごいやな、もうアポトキシン作ってると一緒やねん。いや、本当そうですよ。コナンの世界でアガサ博士みたいな、うん、アガサチョッパーみたいな。それアガサ博士がアポトキシン作ってるっぽい言い方に言うのやめて。印象嫌やから。もう、あんだけうちの他のチャンネルでね、黒幕言うてるのに。よし、興味ある方は小焼きスタジオ見てください。見てください。はい、こちらでーす。でですね、そのチョッパーは製薬技術とかも、うん、さらにその2年間の修行のね、鳥の王国で高めたりしてます。はいはいはい。で、チョッパーはですね、トナカイなんで、なんかね、動物と話せるという便利キャラなんですよね。便利キャラって何なの。いや、だってトナカイやったらトナカイとしか喋れないでしょ、どう考えても、うん、鳥とかとも喋れるわね。そうそう、結構誰とでも喋れるじゃないですか。誰とでもって何なの。で、動物でも人でも OK だよみたいな。あー、でも図人者とは喋れないよね、多分。そう、さすがにね。どうなの。もしかしたら動物としての格が違いすぎて、図人者が相手するのできるんじゃん。
お前と喋ることはねえぞみたいな、若造みたいな。そんな偉そうなやつやったの。虎罪を背負わされる。そうでしょ。なるほどなるほど。そう、でも権力には弱いから桃の好きな従わなあかんなみたいな、うん、そういうノリやと思いますわ、うんうん、でですね、このチョッパーっていうのは実は本名かどうか定かじゃなくて、えだってなぜかっていうとヒルルクに付けられた名前じゃないですか。うん、トニートニーチョッパー。そう、トニートニーチョッパー。だからチョッパーって実は真の名前があるんじゃないかみたいな。名前ないんじゃない。名前がないのかもしれませんね、ただのトナカイということで。はい、でただのトナカイなので懸賞金100ベリーでございます。なるほど、100ベリーで一家に一台お医者さんチョッパー来たらめっちゃ良くない。やし、ビッグママの攻撃も止めれる程度が強いですからね。戦闘力ある医者って結構やっぱ重宝されますよ。戦闘力ある医者ってすごい。そう、やっぱね、国境を越える医師団みたいなもんですよ、チョッパーも。国境を越える医師団。そうそうそう、国境なき医師団じゃん。あ、そう、それそれそれ、国境を越えて普通に横行ってるやん、それ。そうね。普通にパスポートで国またいでるだけやん、そんな。はい。で、そんな感じでございますね、チョッパーに関しては。はい。はい、で、続きまして、ヒルルク。はい。こいつはね、まあ、医者なんすけど、富士の病持ちだったんですよ。富士の病持ちって何やろ。いや、もうね、自分はね、お亡くなりになられてしまったんですけど、はいはいはい、で、こいつはね、無免許のね、ヤブ医者なんですよ。ああ、なるほど。あ、とんでもないね。で、無免許でもね、人治せるブラックジャックみたいだったらよかったんやけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、どんな治療も、あ、ただでええよ、ただええ、みたいなの言うて、すげえ強引に治療して悪化させるっていう。ああ、なるほど。ね、次ヒルルクって感動のストーリーやから、うん、さ、いい人生だったって言って終わるけど、そうそう、終わりが良ければ全て良いみたいになってるけど、それに被害になった人も少なからずいると思ったら、ちょっと心の底からなんかね、そうそうそう、温かい目で見ることはできないね、ちょっとね。どっちかっていうとドクターキリコみたいなね、そういう感じですよね。そう、だからただやけど悪徳な医者なのか、そう、いい医者やけどめっちゃボラルか、どっちかおれへんからな、そこ。あ、そうなんですよ。まあ、ただより怖いものはないということで。なるほど。でですね、まあ、やっぱヒルルクと言ったら、まあ、心情はね、やっぱ医者なんですよ。はいはい。そう。で、その中でも、やっぱね、ちょっと思うのは、まあ、不可能を可能にするマークということで、ドクロ、海賊旗を掲げてたことですよね。そうね、もともと泥棒やったからね。そう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 。で、もともと泥棒だった時に、なんか自分の病がね、あの、桜を見て、まあ、克服したことで、はい、なんて桜って素晴らしいんだーってなりまして、うんうん、自身も30年間の研究をしてね、まあ、最後はね、チョッパーがその研究成果をね、パーンってドラム王国で披露して、盛大に出ていかれましたね。チョッパーが披露したわけじゃないんじゃないの。チョッパークレハの一味がね。はい、新しい海賊団できてる。まあここでやっぱよく言われてるのは、まあ、そもそもどこでその桜を見たのかとか。ああ、なるほどね。和の国なのか。そう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 。あとはその優しい村の入り口なのかとか。そう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 、いろいろ言われてるよね。なんでそこがまだね、ワンピースの中で意外に分かってない謎の一つではございますよね。なるほどね。まあ、ただもうチョッパーが医者を志すきっかけとなったのは、うん、まあね、あのチョッパーが持ってきた毒キノコ。医者いるんじゃん今。大丈夫。カットするかと思ったのに、せめてこれ毒キノコのとこでやってくださいよ。今席すんのもんだって。全くいい人生だった。はい、というわけでクレハいきますね。はい、異名は魔女とかドクトルイニとかマスターオブ医者とか言われてます。で、こいつはですね、ブラックジャックです。え？免許は多分あるけど、ブラックジャックです。もう莫大な治療費を請求して、患者を助けるっていう。そう。莫大な患者費をね、請求してね、その金をどこに使ってるのかちょっと謎ですね。ほんまや。多分、めっちゃぼって、なんか貧しい、なんか、白ひげみたいに優しい村とかに送ってんのかもわかんないね。島買ってる島。そう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 。なんかそういうところが伏線があるかもわかんないね。ブラックジャックですね、うん。で、なんかね、D の意思について知ってそうな思わせぶりな発言をするやつでございますね。なんか生きていたのか、D の意思はみたいな。そう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 。141歳に元気すぎるババアです。そう、今人間の体をした巨人族とか抜いて、はい、作中トップの年齢なんて多分ね、判明してる中では。でですね、EC20 をなんと5倍の EC100 にした人物でございますね。すごい育ててるよ。いやもうね、あれですよ、わしが育てたって感じですよ。なんかおまじやろ。いやいや、そこは星野監督かって突っ込んでくださいよ。はい、というわけでいきますね。EC20 今は EC になってるんですけど、はい、ドラム王国ワポロ管理官にいた20人の優秀な人たちのことでございます。お前優秀なんかと思う部分あるけどな、ちょっとオペを始めます。はい、というわけで次いきまーす。はい、次マルコですね。はい、元白ひげ海賊団一番隊隊長でありながら戦意でもございました。はい、はい、実は航海士だったんじゃないかということも言われてますね。そうだよね、まあ、万能なんだろう、一番隊隊長やし。うん、
って考えたら白ひげ海賊団マルコの負担でかすぎますね。ね、戦闘でも最前線行って、そうそうそう、治療もさせられて、そうそう。でですね、マルコはですね、まあ、攻撃の描写はまあちょっとあんまり少ないんで分かんないんですけど、うん、まあ、やっぱ防御の人なんですよね。防御の人。そう、トリトルの実モデルフェニックスでございまして、うん、で、まあ、モデルフェニックスは自身が何回か再生できるんですよね。うん、どんな強力な攻撃受けても。だからまあキザル、赤犬、青生地相手にもすごい戦えると。ああ、なかなかいいね。そう。で、あとはまあすごい有名な、いきなりキングが取れねえだろうよいっつって、うん、まあ、みんなを守るね、盾になってね。うんうん、だから、まあ、結構そういう風に戦闘してたんじゃないかなと。なるほど、ね。だから他の4個戦う時も、マルコがみんなを守って、その間に白ひげとか、他の隊長たちが攻撃するみたいな。マルコのしっかりした戦闘シーンを見てみたいね。見てみたい。どんな必殺技を使うのか。必殺技に出てないんやろか。そう。まあ、本人自体も見聞色と武装色はね、多分かなりのレベルで使えるんで、確かに。そぞ強いとは思うんすけどね。うん、でですね、現在はスフィンクスに滞在してまして、白ひげの村ね。そう。で、自分のこの鳥取の実能力の青い炎を使って、まあ、ちょっと再生の速度をね、早めるみたいなね、あの、こともできてますね。なるほどね。そう、だから意外にフェニックスって戦闘というよりかは回復系と防御系との能力なのかなと。感じではございますよね。で、続きまして毒球、はい、こちらも同じく4校のね、黒ひげ海賊団。あれ咳しないですか？でですね、そうやろ、あの死神と言われております。はい、はい、まあご存知、10人の巨漢船長でございまして、で繊維でございますね。こうやって医者なのに死にそうなんですよ。そうだよね、顔色めっちゃ悪いもんな。そうで、相葉のストロンガーも死にそうなんですよ。そうや、細いし。そうで、医者のくせに人を殺すようなリンゴを配ってるんですよ。魔女かなみたいな。白雪姫やん。そう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 。で、懸賞金は7200万ベリーでございます。はいはい、高い。で、大きな釜を持ってるんでね、まあ、まさしく死神ですよね。今時の死神はノートを持ってるんですけどね。続きまして、クロッカスです。はい、こちらもね、ロジャー海賊団の船員でございました。はい、なんか3年間だけね、ロジャー海賊団の船員をやってたらしいっす。はい、なんか助っ人外国人でもやろ。そう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 。で、3年間やってる間にそのロジャーの靴を和らげてたみたいな。そうだよ、だからもっと早くに多分ロジャーは死んでたんだろうね。そういうことですね。絶対直せないようなクロッカスを持ってしまうって言われたから、そういうのちょっと延命できてるだけ、すごい優秀さが伺えるよね。そうなんすよ。で、クロッカス自身はね、戦えないのかなと思いきや、意外に大王以下を一人で仕留めてたりとか。そうやし、双子岬を守ってるだけでもね、そう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 、続々と変な海賊団多分来ると思うから。そう、うん、だったらビビとかにね、砲撃されてもね、フラワーみたいな感じでしたもんね。そうそう、そうやし、なんか ロジャー海賊団の時もなんか戦う時もさ、あ、そう、森持ってね、うん、うおーみたいな、やる気満々でしたもんね。やる気満々やったね。バギーよりはやる気ありそうやったね。そうそうそう。でね、クロッカスと言ったらね、やっぱりね、すごい謎なのは、その一緒に扉やる時にお酒飲んでたっぽい人物ですよね。あの、兄笠かぶった。そう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 、ね、金髪で長かったから一時はその金獅子の式じゃないかとか言われたし、なんか和の国のやつじゃないかとか言われたし、いろいろ言われすぎてるけどまだ分かんないよね。そうなんですよね。で、続きましてゲルズ、はい、こちらですね、新挙兵海賊団の船員でございます。はいはい、はい、まあハイル人の幼馴染でエルバフ出身ですね。うん、まああとはなんかビッグマムとも仲良さそうやったよね。うん、昔は。はい、というわけで次いきます。はい、ホグバック、はい、はい、スリラーバークの4怪人の一人でございまして、チョッパー憧れてる人もんね。そう、うん、まあ、やっぱ世界一の医者というようなね、もう神の手ゴッドハンドを持つようなね、多分人物だと思うんですよ。うん、で、まあ、スリラーバークの戦やってるんですけど、まあ、天才的な医者だったにもかかわらず、自分のね、ほんとエゴ、うん、もう自分が好きだった人を、まあ、ゾンビ化してやるために、そのモリアについていったというね、シンドリちゃんね。まあ、そう、下等ですよね。そうね。はい、で、モリアの戦力であるゾンビのね、修復とか強化を行っております。なるほど。はい、でね、まあ、ホグバックってやっぱ腕はすごくて、もうゴッドハンドなんですよ、こいつは。で、ゴッドハンドなんですけど、まあ、なんでかっていうと、オーズとかって最初右腕がなかったんですね、死体の時に。でもそれをもう見事に復元してみたりとか。これワンピースの世界って意外に腕とかって復元できてなくて。確かに。だってゼファーも復元できなかったじゃないですか。確かに。だからスマッシャーつけたみたいな。確かに。そうで、青生地も絶対世界中にいい医者とかがおったら行くと思うんですよ。左足失ってたよね。そう、でも自分でね、あの左足能力と補強してるし。確かにな。そうで、4校のビッグマム海賊ならペナスペローですらアメで補強してるから、うんうん、そんな復元できる医者ってマジですごいと思うんですよ。マジですごいね。そう、だからマジ治癒中のみとかそういうレベルの、あの同じレベルの回復力持ってんちゃうかなみたいな。なるほど。そう、それぐらいやっぱすごい医者なんやなってことは、ね、こっから伺いますよ。へー。はい、まあ、というのがホグバックでしたね。なるほど。
でですね、続きましてみんな大好き死の外科医ロー。おお、はい、普通の説明もうそろそろいいでしょう。いらないね。なんか最近スタンピードまとめでも出てきましたし、3回に1回ぐらいローの説明してるんですね。なんかまとめるとね、最近ローの登場率ってえらい高いんすよね。ランキングやったらジャッジとかシーザーばっか出てくるし、勘弁してほしいわ。ずるい。なんかイケメン、イケボ、チート能力、そもそも医者、そうそう、ずるすぎる。そう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 、ハートの海賊団の船長兼、はい、船医で死の外科医ルーキーを元大学か七部会とかいろいろ言われてますけど、はいはい、あ、まだ D の一族やし、オペオペの宮氏、もうね、ごちゃごちゃしてる属性が。ごちゃごちゃしてることはないけど。なぜかね、ルフィを頂上戦争の時にね、治療してくれたりとかね。ちょ、助けたのもね、ローの。そう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 。気まぐれじゃないと思うんだよ、多分ね。そう。だいたいね、イワンコフがあんな無理やり治療した状態の後を引き継いでね、見事ルフィを復活させてるんでね。確かに確かに。医者としての腕はやっぱ相当高いと思うんすよね。相当だよね、多分。だからまあ、医学はお父さんから習ったっぽいんですけど、まあ、お父さんが優秀やったんやなって感じでございますよね。そうだね。てか、船長が医者って珍しいよね。珍しい、だってね、どうすんねんな、自分が一番戦わなあかんのに、自分が一番怪我するみたいな。確かに、ね、だってローさん結構怪我するよ。結構肩押さえてるイメージある。そうそう、スタンピードでも、麦わらかみたいな。チョッパーにも止められとったしな。なるほど、ね、やっぱオペオペの身がちょっと強すぎるんで、回復攻撃支援何でもできるすごい能力ですね。そうやね、やっぱルーブがやっぱ強すぎて、強すぎる。シャンブルス、あれすごいよね。一気に瞬間移動してパンって入れ替えるの、あれもめっちゃかっこいいやん。そう、で、まあ、医学の知識さえあれば、自分もね、白炎病っていう結構不治の病やったんですけど、それすらも治せてしまうぐらいの超、しかも究極のね、やっぱ不老不死に関する、そう、ことも言われてるんで、ますますもっと多分活躍する機会はあるんだろうね。ですね、医者として。はい、じゃ続きまして、ローの親父、医者です。はい、続きまして、はい、宮城さん、はい、宮城さんですね。モコモ広告の人やったんですか。そうそう、モコモ広告のヤギのミンクでございますわ。独学で、独ガスでね、瀕死状態になったね、みんなをね。独学っつうか、またやぶしゃべった。こいつもかよ、本当に。噛んだらあかんとこで噛んだわ。噛み方が秀逸すぎね、今のは。チョッパーと一緒にね、みんなを手当てしました。はい、はい、まあ、そんな感じでございます。で、最後、最後ですよ、皆さん。カヤ。忘れてた。まあ、ちょっとまだ医者になってないと思うんすけど。見習いやもんね。そう、まあまあ医学生ぐらいには慣れてんのかな、ちょっと分からんけど。まあでも地頭良さそうやし、地頭もいいし金もあるから、まあなんとかなると思うんですよ。いや、言い方よ。いやいや、医学部受験は金がかかるから。言い方よ。で、まあシノップル村のね、金持ち娘でございますわ。はいはい、はい、で、まあ昔はウソップが気にかけていた少女でございます、うん、はい、両親は5年前に亡くなっておりましてね、はいはい、そっからしばらくは精神的なショックを受けてましたが、うんうん、まあ、ウソップがそこの弱みにつけ込みまして、ああ、見事ウソップが惚れさせることに成功した女の一人でございます、はい、で、筋の黒の裏切り騒動後は自身が医者になるという決意を、ね、しました、うん、はい、まあ、というわけでそのうちウソップを救うんじゃないですかね。ね、ありえるね、うん、それは思いますね、うん、はい、そんな感じでございます。というわけでですね、これ医者まとめしてたんですけど、うん、僕これまとめてる時にやビブルカードとか見るんすよ、うん、そうね、このビブルカードでこのおじさんを見つけたんですね。クロッカス、クロッカス、はい、これクロッカス、僕ね、言っていいですか、結論から、はい、ワノ国出身。どうした急に。クロッカスワノ国の出身だと思う。なんでなんで、なんでかって言っていいですか、うん、まずこの頭の鼻がワノ国っぽいでしょ。はあ、ごめんごめんごめんなさい、ごめんなさい、冗談です冗談です、はいはい、冗談です。ちょっと本題入りますね、皆さん消さないで消さないで。何何何、これクロッカスが初めて会った時結構ふざけてたじゃないですか。確かにおちゃらけてたよね。そう、おちゃらけてたんですけど、そこで、まあ、自己紹介してるんですよ。私の名はクロッカス、双子岬の灯台守をやっている、年は71歳、双子座の AB 型だっつってるんですよ。おー、でこれビブルカード見たら XF 型って書いてるんですよ。あれみたいな、どういうこと、どうなってるみたいな、うん、でですね、これここのビブルカードの補足の説明読んだら、うん、ちなみに血液型は彼の故郷での故障って言ってるんですよ。そう、 AB 型って僕ら普通に言いますよね。確かにね。そう、うち AB 型の家系なんですけど、はいはい、だからあれ日本、あ、日本やな、あ、ワノ国みたいな。なるほどね。そうで、しかも、うん、さっきも言ったように扉絵でワノ国っぽい人物と飲んでたじゃないですか、うんうん、あれでも昔の知り合いとかなんじゃないの。なるほどね。そうで、これわざわざビブルカードでも訂正してないんですよね。ああ、じゃああれかな、なんかおでん様のところに使えてた医者だったのかもね。なんかそう、だからおでんが乗ったタイミングでクロッカスも一緒に乗ったとか紹介してもらったのかな。そう、あれみたいな。なるほど、ね、でクロッカスはラフテルまで一緒に行ってるんで。行ってるよね。そう、じゃあ実はワノ国でもラフテル一定がいるんじゃないかとか。なる
ほどね。まあまだ真相わかんないですけどね。なるほど。まあでもこれはクロッカスワノ国出身ちょっとあり得るんじゃないでしょうか。確かに確かに面白かった。はい、まあ、というわけで本日の、まとめが良かったしぜひ声をおっしゃってください。でもまだ医者いるよね多分。誰がいます？昔村にいたよ。ナミのタトゥー掘ってたお医者さん確か。あれ掘り師じゃないんですか？掘り師してない。あれ確か。あ本当？うん。あ、ごめんね、ちょっと。まあ、多分抜けあると思うよ。そう、多分何人かいるし、絶対どこの町の医者はいるから、うん。うん、名前は出てないけど、とか、僕らは忘れてたけもあるかもしれない。天竜人とか治療してるやつとかもおった気もするしな。うん、そうそうそう。うん、だから、ドクターフィッシュボーネとかも多分そう。忘れとったドクターフィッシュボーネ、あの、コビーに覇気を教えとった医者ね。そうそう。覇気があるよっていうことを教えた。海軍にもたくさんいるだろうし。そう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 。うん。でもドクターフィッシュボーネ、もしかしたら覇気の専門家でドクターって言われてるかもしれない。というわけで皆さんさよなら。はい、チャンネル登録して、バイ。終わりましたね。終わりましたね。いや、医者めっちゃ多かったな。そうっすね。あ、でもあれですよね、 CP9 の扉絵とかで出てきた医者もいるかもしれないですよね。そうね、はい、もしこれ好評だったら次何の職業だったら狙撃手が両人かな。お、狙撃手も両人。見たい方は今すぐ登録だよ。はい、よかったよ。はい。